平成23年7月25日月曜日、午前参議院予算委員会に出席し、平成23年度補正予算第2次について締めくくり質疑が行われ、委員からの質疑に答弁しました。その後採決が行われ、平成23年度補正予算第2次が可決すべきものと議決されました。午後参議院本会議に出席し、平成23年度一般会計補正予算第2号および平成23年度特別会計補正予算特第2号の両案の採決が行われ、可決されました。26日火曜日朝、国会内で第18回となる犯罪対策閣僚会議を開催しました。この日の会議では死因究明制度に関するワーキングチームの設置が決定され、また犯罪諸対策の進捗状況等について話し合われました。続いて衆議院東日本大震災復興特別委員会に出席し、原子力損害賠償支援機構法案等について審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、 IAEA の天野事務局長による表敬を受けました。午後、北方領土元居住者の3世らの中学生である北方少年7人の表敬を受け、一人一人が北方領土への思いを菅総理に伝えました。この北方領土は、我が国の領土であるということをしっかりとこの思いを確かにして、いろんな場面でそのことを伝え、あるいはそのことに向けて、いろいろ活動していただければありがたいと思っております。夜、第3回となる東日本大震災復興対策本部を開催し、東日本大震災復興のための事業規模や財源問題等について話し合われました。27日水曜日午後、総理大臣官邸で北海道・東北6県町村会協議会から要請を受けました。29日金曜日午前、第98回となる総合科学技術会議を開催し、平成24年度の科学技術に関する予算等の資源配分の方針等について決定し、菅総理及び関係閣僚に意見具申がされました。その後、参議院本会議に出席しました。海江田経済産業大臣から原子力損害賠償機構法案について趣旨説明が行われ、各会派からの質疑に答弁しました。午後、総理大臣官邸に戻り、第2回となるエネルギー環境会議に出席し、当面のエネルギー需給安定策、革新的エネルギー環境戦略策定に向けた中間的な整理について話し合われました。2つの重要な確認というか決定が行われたということであります。一つは当面のエネルギー需給安定策について、約1割のピーク電力不足と約2割の電力コスト上昇を回避することを基本とした対策が4点にわたって提供されています。次にもう一つ大きな点では、中長期的ないわゆる革新的エネルギー環境戦略というもののこの中間的整理というものが提示をされました。その後、第39回となる男女共同参画会議に出席し、
男女共同参画の視点を踏まえた東日本大震災への対応等について話し合われました。夜第4回となる東日本大震災復興対策本部を開催し、東日本大震災からの復興の基本方針を決定しました。基本方針には地方の意見も踏まえ、講ずべき具体的な施策と事業規模、財源を盛り込み、本格復興に向けた政策の全体像が示されたと、このように思っております。被災地域の再生と被災者の生活の再建、そして活力ある日本の再生のため、総力を挙げて復興への取り組みを着実に進めてまいりたい。続いて、東日本大震災からの復興の基本方針の決定等を受けて記者会見を行いました。その一つは、先ほどの復興本部において復興基本法を決定することができたということであります。そして二つ目は、関係閣僚が議論を重ねてエネルギー環境会議の場でエネルギー政策に関する重要な決定を、これも本日行うことができたことであります。31日日曜日午後、長野県茅野市の大学で開催されたみんなのエネルギー環境会議に出席し、スピーチを行いました。率直に申し上げて、私は3月11日の今回の事故の前と後では原子力に対する考え方を私自身の中で変えました。変わりました。私はこの原子力発電所についてはできるだけそれをに依存しなくてもやっていける社会を目指すべきだ、こういう考え方に私自身の考え方もなりました。